へえ、そんな死んだ目にできるの？さっき着てた人のやつ丸パクリじゃん。追いはぎ？ひはぎ？おそろちじゃん。エリアに向かいながら、うわー、助けて。わかんない、ファッションわかんないよ。皆さんこんにちは、ゲーミングハングリーガイです。はい、今日こちらのゲームファッションドリーマー遊んでいこうと思います。なんかスカートの部分緑色だからクロマキーで抜けてない？一応事前にどういうゲームか調べたけど、何をしたらクリアなのかよく分かってません。夢のファッションインフルエンサーを目指そうっていうことで、とりあえずもうノリと勢いだけでプレイしていきたいと思います。じゃあゲームスタート。ようこそイブへ。イブはファッションで世界中の人々とつながれるデジタルプラットフォームです。いろんな言葉を持つ世界中の人たちがファッションを通じて自分を語り相手を知り、お互いに通じ合うことができます。まあ音楽と似たようなもんか。あなたのセンスはあなたの個性でありユニークなものです。自由に楽しくファッションを通じてのコミュニケーションを楽しんでください。ねえ、個性を尊重してくれるってことは私のタンクトップも OK ってことかな。これキャラメイクに時間かかるやつよ。作成したマイミューズの見た目とプロフィール情報は通常解説タプレイヤーに公開されます。タプレイヤーが不快になるような表現は個人情報を含まないようにご注意ください。スケベな言葉は書かんでねってことや。おすすめから選んでみよう。どうする？男の子なのかな？これもお姉方向でいってみる。あ、でも細かく変えれる。え、なんかめっちゃいっぱいある。団子じゃん。スタイリッシュ坊主。ヘアカラーブラック。輪郭、輪郭そのままでいいや。眉毛強気。眉毛の色基本色黒にしかできんわ。性格出るんじゃわし。まつげの色、あ、本当だ、まつげの色変わる。目、これでいっか。アイカラー、うん、なんか普通っぽいので。普通ってなんだ。あれじゃん、あの色によって普通普通じゃないよ勝手に決めると炎上するっていうのがあるから気をつけなきゃいけないの。生き生き。へえ、そんな死んだ目にできるの？目のハイライト生き生きみずみずしいなしって。生き生きの方が通常じゃない。だってこれもう正気を失ってるよこの顔。鼻、まあいいやこのままで。ワンポイント、ワンポイント。あー、ほくろとかつけれるのね。仮面とかない？ないな。次、ひげなしでいいや。ひげの色ないけどブラックで。唇、ちょっと今のまんまりで。リップカラー、おお濃い。すげえ。めちゃめちゃ面白いじゃん。唇だけでこんなに種類あるの。鮮やかレッドにしよっか。肌の色、どんどん不思議な見た目になってってるな。この色でいいや。メイクどう違うの？おじさんにわかんないよ、お化粧の種類なんて。とりあえずほっぺただけつけときゃええんちゃう。体型ムキムキなのない？あ、そういうこと。身長が伸びるだけ。なんかすごいすごいシュールじゃないこの動き。おい、でかくていいよ。リアルと一緒にでかさでかくていいよ。シグザリラックスキュー。ちょっと待って、この姿勢変わるだけでこんなに可愛らしくなる。いや、やっぱ姿勢大事ですよ。クール、シャイ、アクティブ、エレガン、エレガントやな。オッケー、あなたのミューズのプロフィールを設定しましょう。ハングリーガイ、オッケー。お気に入りのスタイル、スタイル今日エレガントでいいよ。お気に入りは、お気に入りの色は何？この格好をしてて赤以外選んだ、ちょっと嘘になるな。赤にする。お気に入り、柄？え？何伝統柄って？チェックとかドットとかまだあったけど、伝統柄って何？伝統柄にしよっか。今欲しいものは？富と名声じゃない、違うわ。すいません、普通に着るものだった。タンクトップとかある？ないか。え、なんでもいい。なんでもいい中身のないやっちゃな。オッケー。キラキラ、恐
散歩今一緒のチンポにいる気のせい。なんだここは。ゆえようこそ。私はあなたの仮装をサポするガイドミューズです。イケメンがガイドしてくれるじゃないの。コクーンホープ、コクーンとはミューズたちが集まる場所のことです。早速始めましょう。何を、ミューズに近づいて Y ボタンを押すとコーデチェックを行います。コーデチェックからいいねを行うことでアイテムをゲットできます。歩ける。あ、テクテクしてる。あ、なんかおる。こんにちは。こんにちは。ちょっと待って、姉と喧嘩中。どうしたの。 Y ボタン、いいね。いいの、かわいいね。なんか、いや、でかい体のサイズ選んだけど、でかくね。いくらでもでかくね。だからサイズ感がさ、めちゃくちゃでかいって。こんにちは。いいね、すればいい。どこ褒めたらいい。おしゃれだねとしか言えねえ。ファッションに対する語彙力があまりにも足りない。あ、なんか、わー、元気、やる気がね。めちゃくちゃだるそうやん。元気出していいねあげるから。お、コーディネートがアンロックされました。プラスボタンのメニューからコーディネートを選択する自分持ってるアイテムから着替えを行うことができます。とりあえず着替えてみればいいってこと。確かに今自分のこの格好、完全にこれ無課金ユーザーじゃん。これになんか王冠だけとかつけたらもう無課金ユーザーがガチャでなんかレアアイテム当てましたみたいな感じになるよこれ。コーディネート。お、おい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 、ダメだろ。さっき着てた人のやつ丸パクリじゃん。追いはぎ？ひはぎ？え、犯罪だよ。え、さっきの男の人脱がしたってこと？脱がして全部服奪ったってこと？まあとりあえずそのまま着ちゃう。ダメだろこれ、人の服そのまま取ったら。相手をコーディネートする。ルカットが相手をコーディネートする。いきなりハードル高くない？ネクストミューズとかある。オストラッチじゃん。この男の人は何こいつって顔してると、なんで俺と同じ服着てんだよっていう。やばすぎだろこれ。こんにちは。全員、あなたがルカットしてくれるということは、ルカットしてくれるのはあなたということ。小泉公文ルカットでいいの？おい、俺お前の服着てえから、俺お前の服着るから、お前さっさと着替えろって、もう完全に脅してるだけじゃん。モラルないじゃんこの世界。いいのか。しまった、何着てればいいかわかんねえ。さっきなんて言ってたこの男の人。お願いって何？あ、デニム。デニムって、ね、あれだよね、音楽ゲーム用語じゃない？デニムどれ？デニムってどれ？デニムってどれ？やべえ、デニムって何？助けて。わかんない。ファッションわかんないよ。でも、スポーティーな格好の方がいいよ。合ってるこれ。合ってないよ、全然。何？モカシンシューズって。タビでいいでしょ。いきなり出会った初対面の男の人をいきなりすごいダサい格好にしてくる、やばい人になっちゃうじゃん。デニムって何？デニムって何？デニムってあれでしょ？ビートマニアのそういう用語でしょ？どうしよう。俺の好きな風にセッティングしていいの？無難な服にさせよう。これ目ギラギラするな。シンプルなのっすよ。マイアイテムあげない。君から奪ったものは俺の。オッケーしちゃった。あ、いいんだ。それいいの？こういうコーディネートはしっくりきますね。しっくりくるという表現。だからその構文いる？これ喜んでもらえてる？大丈夫？色使いがとても素敵。ああ、ありがとうございます。いいんだ。合ってる？俺、勘でファッションできてる？いや、次行こう。女の子のこと着せ替えできるの？こんにちは。気だるいアンニュ。なんかやる気が起きないのよね。今日はやらないことたくさんなのに。俺やる気がない時はもう Do it だよ。とにかくやれだよ。いきなり出会った知らん男の人にファッション頼むの？しかも相手はファッション何も知らないおっさんやぞ。大丈夫か？お願い、何？超レアなスカート。超レアなスカートって何？これ普通のスカートじゃね？どうしたらいいの？女の子って何着てたら喜ぶの？わかんない。やべえ、本当に正解がわかんない。でこのズボンの子なんかすごい広いよ。広いって何？楽な格好しよう。楽な格好ね。
なんならアウターいる？もうこんなにシンプルな格好でいいんじゃない？あ、でもこういう格好女の子してるとこ見たことあるぞ。俺のファッションのコーディネート合ってるか何もわかんねえ。どう？やる気でん？これで。あ、いいんだ。でも何がいいか俺わかんない。あ、ほんと？大丈夫それ。お世辞じゃない？正直言ってくれていいのよ。私ファッション何もわかんないんだから。サロンエリアがアンロックされた。どっち？あ、でも先にこの女性。はーい。仕事柄記事にはちょっとうるさいの。記事次第でファッションいくらでも変わるのよ。そうなの？そんなこだわ、何これ、テカテカしてる。お願い、何？ジャケットを使ったシンプルな雰囲気のコーデ。ジャケットってどれ？これか。ジャケットの違ってどういうの着せたらいいの？なんか女の子をどんどんつまらん格好に変えてる嫌なおじさんみたいになってきてる。だいたいなんか女の子全部ビジネスマンにしてない？あ、強そうになったけど合ってんのか何もわかんない。これどう？あ、いいんだ。あ、お願いボーナスってついてる。不思議な生地の組み合わせね。あなたの合わせ方すごく参考になるわ。お前のやり方セオリーじゃなくて何も知らねえパターンなんだけどって。ディスられてないから大丈夫。すごい褒めてくれるけどさ、これ逆に叱られることってあんの？とりあえずサロンエリアに向かいながら、うわー、すげえ服かわいいじゃん。君もかわいいね。あんまり片っ端から女の子にかわいいねって声かけたらただの気持ち悪いおじさんになるんだよ。服とは言葉。え、一旦試しにむちゃくちゃなコーデにしてみる。柄だけつけとけばいいんじゃない？ほらガラガラだけど合ってる。これ合ってなくてもいいや。この格好どう？適当に。あ、一応いいんだ。まあね、人間なんてね、見た目が良ければ何着てもいいですから。大事なのはね、服じゃなくて己の肉体ですから。って言ったらこのゲーム根本的に否定しちゃうことになったらダメか。こんにちは。あ、こんにちは。みんな、ここに来たじゃん。みんなマネキンだったら。え、これ不思議ちゃんキャラってこと？あれさっきの和風の服どこ行った？あれ君、さっき和風の服着てたよね。シンプルで飾らない雰囲気のコーデ。さっきと雰囲気が全く変わったけど合ってる？あ、合ってるわ。いやでもその変なキャラクターならさっきの服を着通した方が俺いいと思うな。あー、ごめん、俺のせいでみんなの個性が失われていく。みんなの個性を奪ってるおじさんだ。チャンネル登録してくれ、高評価もしてくれ、チャンネル登録してくれ、